w w j コブズ w w j コブズは、イギリスの小説家。短編回帰小説の猿の手や、調税書が有名だが、彼の大部分の作品は海に題材を取ったむしろ、ユーモラスなものである。j ェイコブズは、ロンドンのワッピングで生まれた。父は、ローワーウェスト、スミスフィールドにあるサウスデボンフ島の不頭監督だった。ロンドンの私立学校と、今では、 ロンドン大学に編入されているバークベックコレッジで学び、1879年に郵便貯金局の職員となった。遅くとも1885年までには最初の短編作品を発表している。花が咲くのは比較的遅かったが、1896年に出版した短編集メニーカーゴが人気を博し、翌1897年に長編ザスキッパーエスルイングを 1898年には短編集 C ・アーチャンズを続けざまに発表してその人気を不動のものにした。メニー・カーゴス以前に書かれたものからシー・アーチャンズまでの一連の作品はジェローム系ジェロームのアイドラー誌に掲載され、1898年10月からはストランドマガジンと契約し、同社から出版された。1899年に郵便貯金局を退職。 1900年に結婚後、エセックス州ロートンに2軒の家を持った。場所は1軒がパークヒル、もう1軒がゴールディングヒルである。ゴールディングヒルには後に彼のブループラークが設置された。ジェイコブズはロートンを愛し、この地をモデルにした街をいくつかの短編に登場させた。ジェイコブズの他の作品には、キャプテンズ・オール、セーラーズ、ノッツ、ナイト・ワーチャスなどがある。 ワッピングハトバの夜景の冒険誕であるナイトワチャスにおいて、ジェイコブズは、ロンドンのイーストエンドの下本とされる言葉遣いをセンス、よく、作品に取り入れてみせた。PG ウッドハウスは自助伝ブンリングオンザガールズと共著の中で、ジェイコブズの、その技量に感銘を受けたことを書き残している。第一次世界大戦前後から、ジェイコブズの小説の創作ペースは落ち、その後は、 自分の作品の舞台化と演出に勢力を傾けた。1899年にロンドンで初演されたジェイコブズの最初の舞台作品ザ・ゴースト・オブ・ジェリー・バンドラーは1902年にはリバイバル公演を遂げ、1908年になってようやく出版された。彼は1943年に自身で最後の地にと望んだ場所であるロンドンのイズリントン地区のホーンジー・レインで死去した。 ありがとうございます。